すいません、ちょっと遅くなりましたけれども、えー、と続きを始めていきたいと思います。えー、と12時半までやったところで、お昼休憩にしたいと思います。ということで、えっ、ー、と、はい。えっ、ー、と、それでは実際にですね、えっ、ー、と、 MPI の実装が VISTERIABDEC01、まあ、で、まあ、ど,どれが使えるのかというあたりをあのお話ししていきたいと思いますけれども、えーとまあ、先ほどから申し上げましたように VISTERIABDEC で,、ね、では、まあ、富士通 MPI が OpenMPI、まあ、ベースだということもありまして、えーとまあ、全体として OpenMPI を えー、おすすめという形で、えー、とシステムをあのなんというか、えー、まとめているという感じです。<laughs> で、まず OpenMPI、まあ、について少し、まあ、それに限らずですね各種 MPI を少し,ごしょうもう少しご紹介しておこうと思いますけれども OpenMPI、まあ、というのはその昔はですね RAM という、えーと これ DK パンダが始めたんだと思うんですけれどもローカルエリアマルチコンピューターだったかな,なんかそんな名前で始まったプロジェクトからこう、えー、っとしまいにはオープンコミュニティになったというところだとあの理解しています、まあ、こ,のこの辺の頃からもちょっと私も触ったりしたことあったんですけれどもで まあ現在はですね、えっとまあ、最近ちょっと開発というかメジャー番号の上がるのが早いんですけど、まあ、最新版は4.1.1になってまして、まあ、4.0. 何とかという系列までサポートされていると。で 3. 何とか以降はもうあのアップデートしませんよという扱いになっていて、まあ、もうすぐ5.0出ますよというのが現状のステータスになっています。でえっとまあ オープンコミュニティというところもあるのと、あとは特に GPU クラスター周りでですね、NVIDIA あるいは、まあ、MD もですけどあの、ベンダーのサポートもだいぶ入るようになってきましたので、まあ、あの前は m ムバピッチ2の方がちあの力があった感じを個人的には持っていたんですが、まあ、最近はオープン MPI の方がちょっとこう、あの パワーバランスはこっちよりかなという感じになってきているという気がいたします。はい。ということで、まあ、あの、ウィステリア BDEC では、まあ、えっ、ー、と、OpenMPI が割とベースになっていると。であと、NVIDIA が独自にリリースしているものとしてですね、えっ、ー、と、あ、そっか。 ちゃんと書くのを忘れた気がしますが、えー、っと NVIDIA の、えー、HPCSDK といって、まあ、要はコンパイラー周り全部フルスタック入った SDK というのを最近あの、こちらもあのコミュニティエディションとして無償で配るようになってきてまして、まあ、これにももうあのコンパイル済みの OpenMPI のライブラリ群が入っています。で まあ実は2種類入ってますがデフォルトでは3.1.5の方が使えるようになっていて、まあ、4.0.5も使おうと思えば使えるんでしょうけどちょっと工夫が必要という感じです。で、まあ、ちょっと21.3ということで今年の3月バージョンということで、まあ、やや古いんですが、まあ、今だと21.9というのも出てるんで、まあ、そのうち最新版も入れてもらおうかとは思っていますが、まあ、現時点ではこちら。 しか使えませんであとは富士通 MPI ですね、まあ、こちらは1.2.32というのが最新、まあ、この2つだけ入ってますけども、えー、とどちらも使えるようになっていまして、まあ、あの調べたところでは OpenMPI4.0.1 と出てきますので、まあ、こちらがベースになっているということが分かります OpenMPI、はい、はですねなかなかのオプションがすごいいっぱいあって何をしたら何ができるのかっていうのが 結構わかんなくてアンドキュメンテッドなものがちょっと多すぎてやだなっていうところは正直あります。その辺があのホームページ見てもちゃんと書いてなかったりするんでまあここら辺が非常にとっつきにくいというイメージはありますが、まあ、その辺をあのまああまりこうまだこの資料でうまく説明できていませんけどもそういったところもちゃんとえっ、ー、と フォローできればいいなと思ってはおります <laughs>、はい、でもう一つですね、えっと、アクエリアス側に限りますけれども、インテル MPI も使えるようになっています。で最近、インテルはですね、1API というその統一スタックを、あのー、提唱してまして、1API HPC ツールキットという名前のもとに、まあ、インテル MPI とコンパイラーをセットで、まあ、こちらも無償版を提供するようになりました。 以前はあの優勝のものしかなかったんですけども、まあ、2000年まではこのパラレルスタジオ XE クラスタエディションとか言って売っていたんですが、まあ、同じような内容でですね現在は無償版が提供されていますはいで、まあ、最新版2021.4ですが、まあ、今ウィステリアビーデックのアクエリアスで使えるのは2.0とにえー、っと、まあ、こちらは単純にあの バージョンの番号ですので、えー、っと2021年度の第2版ということですね。でただ、もともとですね、NVIDIA の GPU とはあの一緒に使う前提になってないので、まあ、GPU の制御というのは全く考慮に入ってませんので、まあ、うかつなことをすると。あの セグメンテーションフォルトで死んだりということにすぐなります。なので、GPU と合わせて使うというときは、こちらはあまり考えない方がいいかなと思いますが、まあ、オープンソースに関しては、こちらをベースにしているものもあるとは思うので、まあ、あのこちらをベースにビルドしたものもいくつかインストールはされていますが、まあ、GPU の、えっと、なんというか、サポートはあまりない。 と思ってください <laughs>、はい、であと MVPH2 は今使えるようにはしてませんけれども、ビルドすれば動くはずですというだけあの申し上げておきます。まあ、実際、リードブッシュという GPU マシンとか、あるいはオークフォレストパックスとかでもですねあの入ってはいたんですけれども、まあ、今回、えー、ウィステリアではちょっとここまではサポートしてないというところです。 まあただ、こちらが提供しているマイクロベンチマークとか、今回もあの使っているところですので、DK パンダとも、時々話はしたりしますけれども、GPU クラスタ向けにはかなりアグレッシブにサポートしていて、性能もかなり出るものなので、もしかすると、 将来的にはウィステリアのアクエリアスでもサポートするかもしれません。はいでまあ、一応ですね、そのこういったいろいろな環境があって、えー、ケースバイケースで切り替えなければいけないので、まあ、こういうスパコンでは割とよく使われているものとして、モジュールコマンドというものがあります。まあ、この辺はご存知かもしれませんけれども、まあ、これを使ってさまざまなライブラリのバージョンや、えーと いろいろアプリとかもこれを使って切り替えるということになります。ということで、えー、とこのあたりですね、非常に込み入ってきてますが、あの一覧にするとこんな感じです。で、えー、と実際にはですね、小モジュールというコマンドが用意してありまして、どういうライブラリとかが利用可能なのかというのが、 えっと、一覧で出るようになっております。ちょっとじゃあ、まあ、この後、演習で確認してみていただければと思いますけれども、えー、っと、 まあこれ今、ウィステリア BDEC にログインした状態ですけれども、これで小モジュールとやると、ちょっとわかりにくいですけど、こんな感じでですね、どのオデッセイ、アクエリアス、どっちで使えるのか、あとベースのコンパイラーとベースの MPI というのもまあ出るようになっています。アプリによってはまあそれ用で、 作られているものというのが、まあもちろんあるので、まあ、そういったところが一覧でわかるようになっています。で。まあ、全貌はこれを見ていただければ一応わかるんですけれどもまあ、一覧にするとこんな感じでですね。まあ、オデッセイ向けにはもうあの選ぶ余地がないじゃないんですけども、えー、っと富士通コンパイラーの1.2.31ベースのものと32ベースのもの。 とまあ、この2種類から選ぶことができます。はい、であるいはあのロードオデッセイとやるとですね、まあ、こちらのバージョンが入るようになっていますし、まあ、32の方を選びたければ、これを直接打ち込む必要があります。まあ、これであのコンパイラー MPI 等が使えるようになりますで。アクエリアス側はですね、こっちの青,じ青い方の表ですけれども、 えっとこれ全てではありませんが、OpenMPI の4.1.1で CPU だけのものと、あと GPU の CUDA を対象にえしたものというので、大きく2種類に分かれてまして、こっちの方はですので CUDA のえーっとモジュールも読み込む必要があります。コンパイラーとしては GCC と Intel コンパイラーと NVIDIA の あのまあ、いわゆる PGI コンパイラーですね。まあ、今、NVIDIA に吸収されてあの、かなり形式が変わってきてますが、まあ、以前の PGI コンパイラーです。まあ、こういったところが切り替えられるようになっています。あとは、Intel MPI、こちらに関しては、PGI はちょっとなかなか骨が折れるということでサポートしてませんけども、まあ、Intel とあと g c c ですね。 それから GCC も確かもうちょっと他の種類も作られていたかとは思います。あとは NVIDIA が、えー、NVIDIAHPCSDK NV で一緒に配っているものですね。もあのモジュールとして使えるようにしてあります。それとあとはすいません、前の方に書き忘れましたけれども NVIDIA の というかですね、こっちは旧メラノックスですねあの。インターコネクト側で,でこれまでも提供されていたんですが、HPCX というです、ねそのまあ、メラノックスのインフィニバンド向けの,あのなんというか最適化が入ったバージョンというのを配っていますで。こちらのバージョン2.9というのはちょうどあ今のアクエリアスの環境に合ってまして、これも使うことができます。で 今回、あの、まあ、この講習会のアカウントからアクセスできるところに置きましたので、まあ、これも使えるようになっていますが、まあ、そのためには、まず、モジュールファイルのある場所を、あの、追加してからじゃないと、あの、使えないんですが、こういうふうにすれば使えるようにはなります。はい。というような感じで、まあ、えっ、ー、と、こっちの、 OpenMPI 空だとどっちがいいかっていうのはちょっと微妙なところですが、まあ、あの試した感じではこっちの方が性能が出てたりもしますので、まあ、新しいというところもありますけど、はい。まあ、こんなものが使えるようになっていたりします。はい。それで、えー、っと、そうですね。 まあちょっと編集をこの後やっていこうと思いますが、ま,まずその MPI の通信のところでですね、特に OpenMPI で非常にややこしい話がありますので、ちょっとまずこっちを先に見ておこうと思いますが、パラメータをですね、ある程度こう最適化した方がいいケースというのはありますよということで、その辺をちょっと,えっとお伝えしておこうかなというわけです。で えっとちょっとこの上とこの下の話は若干あの関係なかったりもしますけども、アクエリアスに関してですね、オープン m p i を使おうと思うと、実はいろんな選択肢があって、歴史的に見ると、いろんなインターフェース向けの、のなんだろうな、インターフェースでいいのか、インターフェースがあの提供されてきていて、インフィニバンド向けでも、の 使えるものが何種類も実はあったりします。で、えー、っと、まあ、最近の 3. 点いくつとか 4. 点いくつではもう UCX というあの、まあ、ユニファイドコミュニケーション、えー、なんだっけな、トランスミッションかな、トランスファーかな、えー、っと、というようなライブラリが出てきてまして、まあ、こちらがもうあの業界標準になりつつあるというところで、 まあこれをつ使えればですね、ほぼほぼ間違いないという世界になってきつつあります。で,、まあ、ですので、ほぼほぼ UCX を使えばいい。まあ、これデフォルトになっているので、えー、と特にあの追加で何かしなければいけないというわけではありません。でえー、ただ、まあ、場合によってうまくいかない場合があったりすると、まあ、例えばあのもう一段古いとあのオープンファブリックという えー、OFI という、l ブ v f a b r i c か、えーとまあ、オープンファブリックインターフェースかなというのがあって、まあ、こちらも、まあ、UCX よりちょっと前から始まっていたエフォートですが、えーまあ、こちらはちょっと廃れ気味なところがありまして、まあ、こ,うこちらは CM という,うインターフェースのもう一つ下の層でこうサポートされているような形になっています。 であと PSM2 というのは、これはあの、えー、とインテルのオムニパスというあのインフィニバンドとはまた違うーとハードウェアをサポートするものですね。でもっと古いと、この OBI1 っていうあのスターウォーズからインスパイアされた名前らしいですけど、えー、とこういうインターフェースがあって、まあ、その中にこう、えー、インフィニバンドのデバイスをもうちょっとこう下のレベルで叩くというようなライブラリが、インターフェースがありましたと。 で、まあ、どうしようもなければ、こういったところまで、あの、今も使うことはできますが、まあ、今は UCX を使えば大丈夫という感じになっています。まあ、この辺は、あの、o p e m p i Info っていうのを使うとですね、えっ、ー、と、一応、出てくるんですけれども、うんと、まあ、さっきのがさっきのこれに従ってですね、例えば、 えっとまあ、今、モジュールはロードされてないので、モジュールロードで、えー、っと、じゃあ、GCC と CUDA と OpenMPI CUDA を呼び出して、えー、っと、そうすると OMPI インフォというのが使えるようになります。これも 見たところで、なんかなかなか分かりにくいんですけれども、ちょっとなんか時間かかる、ね、で、そうすると、どういうインターフェースが込みでビルドされているかというのが分かったりします。まあ、ちょっとほったらかして、先へ行こうと思いますが、何が起こってたはい。で、えー、っと、 あとは MPI の, MP のです、ね、送受信のモデルとして、まあ、イーガー通信とランデブー通信という2つの,あのプロトコルを持っていて、えー、これを切り替えて動作するようになっています。でまあ、特に1対1通信の場合ですねで、えーっとまあ。イーガープロトコルというのはです、ねあのまあ、ショートメッセージの時に送られる、使われるプロトコルで、まあ、とにかくあの準備なしに送っちゃえというプロトコルですね。 でまあ、送信側もとにかく送信しますとで。受信側はもしあのレシーブの準備ができていれば受信側に回すとで。もしいなければあのテンポラリのバッファに保持しておきますということで、まあ、この場合はあのその後で受信処理が来るとバッファに受信バッファにちゃんとコピーしなければいけないとあの。最終宛先ですねコピーが発生する。 ということになりますでもう一つランデブーというのはですね、もう少しサイズが大きいときに、まあ、あらかじめ、えー、と相手とネゴシエーションをしてから送ると。まあ、この場合はゼロコピーで、要はあのバッファー間のコピーが必要ないので、えー、とたくさん送るときにはいいんですけれども、送り始める前に準備がいるということで、少しオーバーヘッドがかかるというわけですね。まあこの 2つのプロトコルがあります。ですので、えー、とどこかでですね、このおいしいところがあの切り替わるので、えー、とそこで、まあ、あの同じセンドレシーブでもですね、途中で自動的にこのプロトコルを切り替えるような仕掛けを入れてあります。はい。で、えーとまあ、この辺はですね、MPI によってもちろん全部 あの環境変数とかあるいは引数で指定したりするんですけれども OpenMPI 系でもですね富士通はこう独自の豆腐、まあ、インターフェースなどでちょっと独自の変数を使ってますが、まあ、環境変数で定義するときはこの OMPIMCA というのを頭につけといてですねえー、っと、まあ、この辺はえー、っとペン まあここが OpenMPI 向けの共通する、えー、とプレフィックスになるんですが、まあ、あるいはあの、えーとこっち、ここだとちょっとタイプができるかこちだうん。 もしあの、引数で指定する場合はですね、マイナスマイナス MCA、あ、勝手にされちゃう。これでもいいんですけど、えー、っと、BTL、豆腐、Eager、Limit、 えー、4096みたいな、この,あの起動時に引数として書く場合は、こんな感じで、えー、っと書くことになります。なんか色が分かりにくい、これでいいか。はい、こんなふうに起動時に付けることもできますし、環境変数だったら OMPIMCA というのを文字で頭にくっつけるという感じになります。よいしょ はい、こんな感じ。で、あるいは、えっと、スタンダードなオープン m p i ですと、あのまあ、今 UCX がお勧すすめと言いましたけれども、UCX の方でこれを制御してまして、えっと、UCX ランデブースレッショルドの略になってますが、まあ、これでランデブー通信をどこからやるのかと。 いうのを指定するようになっています。豆腐側は逆なんですね。E 側をどこまでやるかで指定して、こっちはランデブをどこからやるかって書いていると。で、インテル MPI の方は E 側スレッショルドということで、豆、ま、腐、あ、的ですけど、まあ、こうやって指定しますし、M1P2 もそうです。まあ、こういうふうにですね、あの気に入らないときは自分で調整することもできる。まあ、ただ豆腐の場合はですね、あの ちょっと特集になりますので、ネットワークがあの直接網というタイプになってますので、えー、っと、えー、っと、豆腐の場合は結局のところ、豆腐のネットワークの図をちょっと出さなかった。あ、そっか、あっちの、あっちの方ですね、ミステリアビーディックの方。 まあ3次元トーラスの図をちょっと,、えー、っとあここにちっちゃいのがありますけれども、まあ、こういうふうにですね濃度間が直接こうリンクでつながっているようなあの形状になってまして、えー、っとそういうことではですね例えばこの辺の濃度からこの辺の濃度に通信しようと思うと、まあ、実はこの辺を全部こう1 2 3 という,ふうにです、ね、何,何ステップもこう経由しないとたどり着かないということで、まあ、すぐ隣にいれば早いんですけどこういう体格上だったりするとすごい時間かかったりするしてしまうわけです。で、まあ、そういうことがあるので豆で腐、ね、の場合はあのその辺のイーガーリミットというのはあの自動的に濃度間距離で調整が入っているそうなので。 まあ場合によってはあまりこう嬉しくないということになる可能性はあります。でそれに対してアクエリアスの方はあのスイッチを使ったシステムですのでまあ基本的にはあの距離はそれほど大きな差がありませんからえっとそういう意味ではまあまりこう影響はないと思っていいかもしれません。こちらですね。はい えっと、よいしょ。これを消すのは、これでいいか。よいしょ。はい。ということで、えー、っと、ここからちょっと、じゃあ、演習に行きたいと思いますけれども。 えっと、まあ、各種 MPI ライブラリ実装の、ライブラリ実装の性能を確認してみましょうということで、えー、っと、<laughs> これをの前に、まずちょっとこっちの資料をお見せしないといけないです。もう一つ、ガイドという方あんまり大した資料ではないんですが、 えっとですね、すいません、Zoom の話はちょっと書いてありますが、まああの、もし困ったことがあったら、ブレイクアウトセッションを使って個別対応しますので、お申し出ください。それで、えー、っと、まあ、スラックですね、まあ、こちらも問題ないかと思いますが、えー、っと、はい。 でえー、とユーザーアカウント等についてももうすでにご案内ですので大丈夫かとは思いますけれどもまず利用グループが GT00 であるというところを把握しておいていただければいいかなと思います、まあ、何か質問があれば基本的にはスラックでいただけるとありがたいですそれでき、まあ、今日のですね、えー、とテストプログラムに関しては スラワーク GT00Z30105 の下に MP Advanced t a r g z というのが用意してありますので、まあ、こちらをお持ちくださいということで、えーっとまあ、ここに書いてある通りですね、えー、っと実行していただければ自分のお手元に、えー、っとコピーしていただいてからお使いいただくということでお願いします。で ここをちゃんと説明してなかったかもしれませんが、あのミステリアビーデックではです、ね、スラッシュワークの下でないとあの、ちゃんとジョブが投げられるようになっておりませんので、まあ、ログインした直後はです、ね、スラッシュホームにあのいるという状態ですけれども、まあ、ここだとあの実作業はできないと思っていただいて、 えっとまずはですね、GT00 の、まあ、皆さんだと T なんとかですけれども、私はちょっと30105に移動します。まあ、こちらで、えー、っと操作をしてください。でまあ、ちょうどこちらに皆さんにお渡しする用の MPI、Advanced <coughs> ジー r g z がありますので、こちらを、えー、っと CP していただいてお使いください。で、まあ、ちょっと。 コピーしたつもりになって、まずいちいちこうなるかな。で、展開だけここではしておきますと、こんな感じで、えー、っと、まず mpiadvanced に入っていただくと、まあ、このような5つのディレクトリが出てきます。 で、今は、えー、っと、この下の MPI ベンチの方ですね。こちらで、えー、っと、やっていただければと思うんですけれども。あ、そっか。これ、これ削除するの忘れたな。まあいいや。まあ、特に問題ないと思いますので。 であとちょっとそうですね、あの、やりながら聞いていただければと思いますが、まあ、いくつかの前提をお話ししていなかったので、まあ、ジョブ実行の条件について、えー、と具体的にお話ししておこうと思います。えっ、ー、と、WISTERIABDEC では、ジョブの実行としては、まあ、バッチジョブとインタラクティブと2つ用意してますけれども、あ、これなんか間違ってる、すいません、ここは、あの、 OFP のやつがそのまま残ってましたが、えっ、ー、とバッチジョブとインタラクティブがありまして、講習会アカウントではバッチジョブだけが認められていますので、インタラクティブジョブはあの使えませんと。で、まあ、バッチジョブというのはですね、まあ、皆さん大体お,お分かりかと思いますけれども、あのサブミッション、急に対してサブミッションをかけておいて、あとはシステムがこう空き状況に応じて取り出しながら実行するということで、まあ,あの えとシステムの稼働率を高めるというところであのなんというかあのこういった、えー、ジョブスケジューリングシステムというのはあのスパコンでは普通に使われているものです。それで、えー、とウィステリアではですねあの、まあ、オデッセイとアクエリアスと両方とも一つの ジョブスケジューリングシステムで扱っておりまして、えーまあ、ジョブスクリプトの投げ方でそれが変わるようになっています。で、まあ、この辺はあのステータスを見るときもですね、えーと、両方が同時に見えるようなあのオプションというのが用意されていて、まあ、例えば RSC ユースとやると、まあ、オデッセイとアクエリアス両者の混み具合とかですね。 バッチ級全体のの状態というのを見ることができます。まあ、どっちかだけ見るというのもあのオプションがありますけども、まあ、とりあえずこれだけご紹介しておきます。で、えー、っとで、講習会中使えるものはですねあの、チュートリアル O、レクチャー O とチュートリアル A、レクチャー A と、まあ、この4種類です。で、 えっとまあ、まずチュートリアルで始まるものはですね、あの今日の5時半までチュートリアルの,じあの講習会の時間中だけ使えるものになっています。ですので、あの他のユーザーよりも若干こう優先度は高いというところはありますけれども、まあ、本質的にはレクチャーとあの中身は一緒です。で、講習会終了後はですね、まあ、先ほども書きましたけど、えー、どこだ 11月8日までは、このアカウントが、18までですね、このアカウントが使えますので、まあ、今日終了後はですね、このレクチャーなんちゃらという方を使ってください。条件はあのこちらと一緒になります。でグループ名は GT00 になってまして、 えっと最大実行時間15分まで,で。オデッセイの方は12ノードまで使えて、ノードあたり48コアなので、あのまあ、それぞれのコアで MPI を動かそうと思うと、576ということになります。で一方、えーっと、チュートリアル A の方ですね、まあ、こちらはあの GPU 共有、あの専用化みたいな形になってまして、えー、4GPU まで 割り当てることができますですので 4GPU 使った場合はあの他の,、まあ、の124のどれかが選べるようになっているんですけれども、えー、っと他のジョブと相乗りするという形になります。まあ、CPU の数はですね実は 1GPU あたり9コアずつ割り当てられるようになってましてすいません書いてませんでしたけど、えー、GPU あたり9コアという ことであの割り付けされるようになっていますので、まあ、もし GPU でなくて CPU だけ使うという場合はそういうあの使い方もで,できるといえばできます。で、まあ、講習会ではあまり関係ないんですけれども、えっと、一般の利用ですと GPU を使ったことにな,なってしまってその分のトークンがかかりますのでえっとあすいませんパミッションでない。 えっと、お気をつけいただければと思います。えー、っと。すいません,、うん。シェアに置いた方がいいか。 に置きます,すいません。えー、っと、ですので、ちょっと、置き場所、取ってくる場所を変えていただいて、えー、っと、スラワーク GT00 シェアに置きましたので、そちらからお持ちください。こちらだったら多分、大丈夫だと思います。いかがでしょうか。 問題内容でしたら、リアクションしていただけるとありがたいですが、大丈夫でしょうか。あれ本当になぜえー、っと、そっか。これ自体のパーミッションがないって。あ、あ、すいません。オーナーが。えー、っと、そういうこと。 はい、失礼しました。1回試していただけますか。はい、失礼しました。グループ <coughs> パーミッションが GT00 になってませんでした。はい、えー、っと、それで <coughs>。はい、まあ、あの、 えっと、条件はここにも書いてあります。まあちょっとくどいですけど、同じ内容が書いてあります。それで、まあジョブスクリプトの書き方の概略ですけれども、えー、っと、まあオデッセイノード側に関してはですね、まあレクチャーを例にとると、まあフルフルで使おうと思うとですね、12ノードを使って、 まあ、576個は使えるんですが、まあ、例えば、ノードあたり4プロセス、それぞれ12スレッド立ち上げましょうとすると、まあ、全体での MPI プロセス、ノード数かける4ですので、こういう48になって、各プロセスの中12スレッドだったら、こういうふうになると。で、実行時間1分だったら、こう書けばよくて。 利用グループ名は GT00 です。で、えーっとまあ、まず実行する際、モジュールロード FJ、FJMPI、まあ、これバージョン指定してないと1.2.31になりますけれども、1.2.32を指定したければ、スラッシュの後に数字を入れる。まあ、さっきの、えー、っと別の資料の方に書いてあった表の通りですね。で、あとは、 mpi-exec.hydra の後に、その mpi のプログラムを書くという形になります。まあ、これはちょっと今日お配りしたサンプルとは名前が違ってますけども、こう,こういうのは入ってないんですが、えっ、ー、と、オデッセイの場合はあの、この辺にセットしたパラメータが自動的あ、これ、hydra じゃないですね。ごめんなさい。もし忘れました。hydra ではなく、 ただの mpi-exec です。はい。失礼しました。ただの mpi-exec です。それで、えー、っと、ま、典型的にはこういう使い方になります。で、一方、アクエリアス側、 ですね、こちらは利用 GPU 数を書くことになりますのでノードの代わりに GPU と書きますで1か2か4かしか選べません3はダメですであと MPI プロセス数はですね、まあ、ここでは4としてますけれども、まあ、GPU オリジンで決めたければ GPU 数にするとか、まあ、あるいは CPU のコアしか考えないんだったら、まあ、ここに GPU って書いてありますけど、リソースは 4GPU で使える権利だけということであれば、えー、っと、築36コア使えるってことになりますので、まあ、例えば、フラット MPI だったら36プロセスとかってやっても、まあ、順当に動くということになります。 その場合、GPU 分は使わないので、まるまる損はしてしまいますが、まあ、そういうふうに動かすことも可能です。で、えー、っと、まあ、モジュールロードは、まあ、ここでは例えば NVIDIA の HPC、えー、SDK を指定して、その中の MPI を使うとなると、まあ、こんな感じの指定なんですけれども、えー、っと、MPI エグゼックの書き方がちょっとややこしいです。えー、っと、 マイナスマシンファイルとして pjmo ノードインフこれはあのこのジョブスケジューラーが渡してくるファイルリストノードリストですねまあこれをこうやって受け取ってさらに mpi の並列数 -n とあとノードあたりの並列数を書く必要がありましてまあ多分これ書かなくてもあのどうせ1ノード上 でしか動かないのでいいんですけれども、えーとまあ、例えば2ノードで、えー、と動くような場合には、まあ、こんな風にノードあたり何プロセスかっていうのを明示的に書いてあげる必要があります。まあ、ここでは、えー、とパーノード4とこんな感じにして動かすということになります。えーとまあ、演習の方は基本的にジョブスクリプト用意してありますので、そちら見ていただければいいかなとは思います。 まあ,あとは、あの、えっ、ー、と、一般利用の場合は、こういうジョブクラスもありますよということで、ご紹介までということですね。インタラクティブジョブもこういうふうに使えます。えっ、ー、と。はい。まあ、こちらがバッチの方ですね。で、えっ、ー、と、オデッセイとアクエリアスの、あの、ノード、ノード単位で使う場合と、 GPU 単位でこう切り刻んで使う場合ということで、まあ、いくつかに分かれております。あとはまあプリポスト処理用には、まあ、これはちょっと別の,あのノードですけども、まあ、ログインノードと同じものが用意してあって使えます。でえー、とあともう一点注意ですけれども、あのオデッセイの側に関しては、これアーキテクチャがログインノードと違います、えー。ログインノードは インテルの86系で、オデッセイは ARM の、えー、っと CPU ということで、全くバイナリに互換性はがございませんので、まあ、どういうことをしているかというと、ログインノードではですね、クロスコンパイラというものを使って、えーっとまあ、要は86で動くコンパイラなんだけど、出すものはあの a ーム用という、そういうコンパイラが用意されています。で、こいつを使って、えー、っと、ビルドをしなければいけないということになります。で、まあ、モジュールロード o d e s イ e とか、まあ、モジュールロード FJ、FJMPI とやると、まあ、ログインノード上では、こちらのクロスコンパイラが使えるようになります。まあ、あるいはあの、ジョブスクリプトの中で o d e セ s e とか、あるいは FJ、FJMPI とやると、 その場合はあの自分自身のヘッドアーキテクチャ用のコンパイラーですのでネイティブのコンパイラーというものがあの動くということになります。まあ、これはあのヘッドインタラクティブジョブで直接こちらのノードに入ってしまってそこでコンパイルするというような場合この時はネイティブのコンパイラー群を使うログインノード上ではクロスコンパイラーを使うというふうになります。 でクロスコンパイラーの名前としてはですね、後ろに PX という名前が付くようになってまして、えー、C だったら FCCPX、フォートランだったら FRTPX、C++ この FCC が大文字という、なかなか大胆な名前ですけど、まあ、それに対してさらに MPI が使えるバージョンですと、MPI プラスこれということになります。で C だったら MPIFCCPX というコンパイラでコンパイルすればいいということになります。はい。なので、オデッセイ向けの場合は、あのこういう形でクロスコンパイラを使ってビルドをする。まあ、当然、これでできたものはログインノード上では走らないわけですけれども、オデッセイノード上に持っていけば動くと。ということで、まあ、ちょっと前提が。 いろいろややこしいですけれども、えっ、ー、と、はい。まあ、あとはこれはあんまり関係なくて、エディターがいろいろ使えますというだけの話です。ということで、よいしょ。ガイドの方はちょっと置いておきまして。 はいえー、と実装の性能を確認してみましょうということで、皆さんコピーしていただいていると思いますが、ここまでできていて、MPI ベンチの中に入ったかと思います。でまあ、まず最初にですね、あの これ何をしようとしているかというと、まあ、ここにあの実は持ってきて展開したものを消し忘れてたんですけどあのオハイオ州立大で作られている MPI 用のマイクロベンチマーク集というのがありましてこれをあの利用させてもらってますで、まあ、このメイクオールっていうのをやるとですねそこからフェッチもしてくるようにしてあったんですけどあんまり意味がないことをしてしまいました。で フェッチをして自動的にガーッとビルドするように作ってありまして、えっと、各種コンパイラ環境でガンガンメイクが回るようになっております。 まあ、ちっちゃいプログラムですのでそんなに時間かからないと思いますが、えーっとまあ、5種類ぐらい、えー、っと用意したと思いますが、えーっとまあ、ここにメイクファイルが 4, 4つか四つ用意していますで f j m p i というのは、まあ、あのオデッセイ用ですね HPCX は NVIDIA が配っている あのツールセットで IMPI は IntelMPI で OMPI CUDA は OpenMPI で CUDA、まあ、入りということで作ってありますでえー、っとまあここではあのコルということでコレクティブの方をあのやってみてねと言って書いてありますが P2P、まあの方を見ていただくとあの1対1通信のバンド幅性能を えっと、測定する、この OSU バンドウィルスですね。これを指定して動かすようになっています。で、えー、っと、まあ、ここでは、あの、先ほどもちょっと説明しましたが、E 側のリミットをこう、こういうふうにすれば変えられますというのが、まあ、コメントアウトしてあります。あるいは、えー、っと、この OMPI、 クーダの方は、えっ、ー、と、まあ、GPU の、あの、クーダの機能をオンにしてビルドしてありまして、まあ、これ、ただ、ノードの中なので、えっ、ー、と、ちょっとあれですけれども、えっ、ー、と、何が起こってる、起こるはずかというと、ちょっとややこしいんですが、 先ほどのノードの構成図、アクエリアスは、こういうふうになっておりまして、えー、っと、よいしょ。こういうふうになっているわけですが、うん。これを使おうかな。スタンプ。スタンプじゃなくていいか。まあいいや。えー、っと。 えっと、今、NPI を起動するとですね、まあ、例えばこの、この人とこの人で通信をするというふうなセットアップになるわけなんですね。ノードの中ですので。で、えー、っと、えー、っと、まあ、この、 H というのはホストで D というのが GPU なので、まあ、最初はですね、えー、とホストトゥホストなので、まあ、あのこの CPU の上のコア同士で通信するという状態で、まあ、これがあのデバイストゥデバイスだったらこの A100 と A100 同士で通信をする、まあ、そういうあの想定の えっと動作をします。で、この時にですね、デバイス2デバイスの時は、実は、えー、っと、まあ、こっち側を通るんではなくて、この NV スイッチというむちゃくちゃ速いやつがあるので、そっち側を通って通信をします。ですので、えー、っと、この、この場合はですね、ららこの場合は、ここ、あれ ここを通って、あれ書き込ませてください。はい。ここここですね。ここを通って、あのやり取りをすると。こういう動作になるんですね。ですので、あの片道 300GB パービューも出ますので、あの。 D2D で通信をするとものすごい性能が出ますので、ちょっとやってみていただければと思います。それで、えー、っと、まあこ、答えを先に出してしまいますと、消しちゃいますが、えー ちょっとさっき飛ばしちゃいましたけれども、うんとまあ、ポイント2ポイント性能を見ると、ですね、まあ、まずオデッセイの側に関しましては、まあ、それほどバンド幅はそれほど出ません、実のところ。で、まあ、6.3ギガ。 バイトパー秒というのが、まあ、物理的にもまあ6ギガぐらいで、まあ、妥当な数字で、まあ、ほぼほぼこれでいっぱいいっぱいの性能になっています。でただ、レイテンシーが非常に短くてですね、あの隣接ノードだと1マイクロ秒を切る、えー、っと時間で通信ができると。まあ、これは非常に何というかたくさんのノードを集めたときに効いてくるファクターですけれども、まあ、これが 天使が短いといいととうのは非常に大きな特徴かと思いますでバンド幅に関してはです、ね、デフォルトではこの青いカーブになっていてただ、そうするとなんか8 k ロの時妙に低いよねって思うと、まあ、これをです、ね、持ち上げる方法としてはイーガーリミットを8キロにセットすると、まあ、さっきのコメントにあったやつですねで。こうするとこのオレンジ色のラインにくるので8キロの時は良くなります。 まあただそうすると,と1 6キロと3 2キロの時がですねまたあのこ,れこれより落ちちゃってまあどっちがいいのっていう話にはなるかなと思いますがまあそういう意味でこっちのデフォルトのカーブが選択されてるんだろうとは思います、まあ、こういうふうにだいぶこうあのクリッピングポイントを変えるとですね特性が変わると、えー、まあ非常にあのデッセンの場合は えっとノイズに強い作りになってますので何回やってもこの特性はほぼばっちりこういう感じに出てきます。で一方アクエリアスの方はさっきご紹介したようにですねあのデバイス2デバイスの通信がこう裏口がむちゃくちゃ裏道がむちゃくちゃ早いのであのこの黄色が極端に0点子は小さいですしバンド幅はむちゃくちゃ上がってますね。 これノード内、ノード内ですけれども、まあ、これ、えっと、4メガバイトまでしか取ってないので、まあ、200ギガぐらいで、えっと、止まってますけれども、あ間違えた。しまった。はい。えっと、実際の 実際、多分だからもうちょっと伸びる可能性はありますが、ベンチマークとしては4メガ止まりなので、えー、とこの辺で頭打ちになってますけれども、えー、NVLink3 側を使って通信しているので、ものすごく性能が出ているで。ホスト2ホストがまあ 20, うーん20数ギガバイトパー秒というところですので、それに比べてもなんかやたらと高い性能になっていることが分かります。 でえーっとまあ、皆さんの環境だとちょっとできないので、参考値をお見せしておきますと、濃度を超えた場合は、ですね、まあ、やはりホスト間は 24GB// 秒ぐらい出るんですけれども、えーまあ、GPU を使った場合も、まあ、このあたりが、えー、っと限界と。 でメッセージ帳が小さいとさすがにホスト間の通信よりはちょっと落ちるんですけれどもピークはだいたい近いところまで行きますなのであのインフィニバンドの性能が限界という感じですねで0.4に関してもまあそんなに悪くはなくてですねで GP を使った場合も2.27マイクロということで、まあ、結構あの昔のことを考えると非常に速くなったなという。 あとですね、これデフォルトだとこの32キロの辺りがですね、ガクンと性能が落ちるんですけれども、えー、っとこういうパラメータ、まあ、先ほども紹介しましたけど、こういうパラメータをセットしておくとここまであの持ち上がってきれいなカーブになるという感じになります。 で、このオレンジのやつはちょっとこう落ち込んでますが、こいつを持ち上げようと思うと64キロにしなきゃいけなかったりしますが、はい。まあ、その辺はちょっとど、どれを重視するかで考えていただければいいのかなと思います。ちょっともう時間も過ぎてきちゃいましたけれども、えー、まあ、ここはちょっと休み明けにしましょうか。はい。ということで、まあ、ちょっと、あの、お昼休み。 プラス演習ということで、1時間後に再開にしたいと思います。えー、っと、じゃあ1時35分過ぎから始めたいと思います。まあ、何か質問とありましたら、スラックに書き込んでおいていただければと思います。じゃあ休憩を取ってください。